はい、注目、まず、クラブディスティニーで、働いてほしくない、来てもらいたくない人がいるんですけど、女の子を騙してお金を稼ごうと思ってる人、あとチームワークを大事にできない人、こういった方にはちょっと来てもらいたくないですかね。僕たちが、来てもらいたい人は、チームワークを大事にできる人、人に思いやりを持てる人、こんな方に来てもらいたいですね。クラブディスティニーではお客様から本当にいろんな人がいるよねって言われます。イケメンにお笑い系、おデブちゃんにパリピ、みんな従業員仲が良くてとっても楽しいお店です。僕たちと一緒にクラブディスニーで働いてみてはいかがですか。従業員募集してるんで待ってます。あゆむでした。